ペイ。今日はやらないよ。今日はやらないからね。あれね、あの挨拶体力8割持ってかれるんで、私のヒットポイントの 80% がなくなってしまうので今日はないよ。特別な日だけだよ。さて、ガクピを仲間になったんで、まあ、文字読んで、おっと？あ、そうそう、こういう例もわかんの。マリオくん、あれを見たまえ。地面が光っているぞ。もしかしたら何かいいものが埋まっているかもしれない。私はこのスコップで地面を掘ることができるのだ。掘りたいところに立ち、下を押してみてくれたまえ。こうかな？それ！ほらな、お宝を掘り当てたぞ。このように砂や土など柔らかい地面なら下で掘ることができる。光っていなくとも怪しいと思うところがあれば、いつでも下を押してくれたまえ。それ！ゴージャスみたいやな、なんか。あの、動きといい、掛け声といい。あ、じゃあ、掘っていきますか、とりあえず。ね、気になるもんね、こういうの逃した。あらよっと、それやろ、金すごい出たな。え、こんな穴掘ってるだけで生活できるレベルやん。これも穴掘りしようかな。仕事すんのも疲れてきたな。穴掘りしようや。ここは特に古代文字がないもんね。なんか曲がいるんやろな、きっと。一旦、戻りましょう。キノコパレスみたいなところに。おっと、なんかおる。よう見つけたな、こんなん俺。この広い砂漠に、はい。キノピオの言葉は1行目までっていうルールがあるんで、それ以降はカットです。おっと、やばい。玉ねぎがあんな近くに。おっ、マジ？サボ、こんなフィギュアまで埋まってんの？それは掘るしかないですね。あ、近くに塔あるから、ちょっと先塔を見てく。塔の文字も読みたいしね。よいしょっと。お、なにこれ？キラキラハンマー。ゴールドハンマー。敵を叩くとコインが出るお得なハンマー。なかなか便利。一回じゃあ塔も見ていこうか。ガクピオさん何かしらの知識持ってるでしょう。これよこれ。私は足元に。私の足元に瞳は眠る。マリオくん、この古代文字の内容はとても重要な気がするぞ。これは私がメモしておこう。Lでいつでも確認できるぞ。あ、そんなことまでしてくれんの？めっちゃいいやつやん。はい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 。特殊なコマンドですね。私の足元に瞳は眠る。で、瞳さんの彼しか彼女ってことや。彼しか、なんかそこらへん。おっと、出ました、瞳さん。わー、変わった石が出てきましたわ。なにこれ？うむ、これは相当古いものだな。古代の秘宝かもしれんぞ。ひし形の宝石。砂漠で見つけたひし形の宝石。これ上にはめれんのかな？はめれやんかったら多分次の瞬間町に戻ってますね。はめれそう。これは穴があったらはめたい。ガッチャリ。ほんで？わー、ぴったりはまりました。かわいい。かわいい。あら？はめた石がキラキラ光ってますわ。なにこれ？きれい。ズドン。なんか出たな、これは。おい！ぐるりぐるりと回りまして、デスビーム！あ、ここに集まってくんのや、光。なんじゃ、あのマーク。これ多分4方向にあるんかな。突然揺れて転んじゃった。一体何が起きたの？まあ、一個だけじゃ足らなそうですね。左砂漠にも、こういう同じような塔があったんで。わ、向こう向いてる。あら、のっぽさん、さっきと違う方を向いているような。何かよっぽど見たいものがあるのかしら。向きが変わってますね。じゃあ、こちらの方に、ここが焼け砂大砂漠なんで、真ん中が焼け砂砂漠なんですよね。ここに光が集まってくるんですね。
先生、これが私たちの追ってる黄色の紙テープです。砂に埋まっちゃってどうにもできないの。なるほど。では古代文字を調べてみるとするか。闇の訪れとともにキノピチュ、キノピチュ、キノピチュ、キノガッサとピチュ。砂の潜り方じゃなかったんだ。キノピチュ、マチュピチュみたいな。キノピチュとは確かこの砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のはずだぞ。なんか画面ちょっとずつ下がってない？気のせい。そのキノピチュ遺跡が今はここで眠りについているということか。へえ、そうなんだ。ベッドもお布団もないのによくこんなところで眠れますわね。じゃあそのキノピチャさんを起こしてテープを返してもらわなくちゃ。どのみちこのままでは手がかりが少なすぎてどうしようもないな。ここはやはり一度ホテルに戻って壁画を調べてみよう。あれ、なんか光ってます？こんなのあったかしら。この模様なんでしょう。よくわかりませんわ。ではホテルに戻りましょう。ロイヤルホテルへ。さてムーチョさん、お連れさんに会えたみたいでよかったよかった。よかったついでに2階の壁画を見てみたら、すぐよかったついでが謎やけどね。まあ学者と知ってのことやとは思うけど。ほら、この壁画にも古代文字が書かれてるだろ。これは学ピオが言ってんのか。4つの眼差し交わるとき、キノピチュ目覚めより目覚める、目覚めより目覚める。はあ、お、これはまさしく眠りについたキノピチュ遺跡のことだな。4方向にあるんやよな、多分塔が。これ周りに4つあるのってもしかして目？なんか不気味。この古代文字メモしておこう。 L で確認できるぞ。これはさっきの感じだよな。塔からそそり立つ大いなるキノコ、その瞳に火を捧げよう。目から何か出てますわ。この人どこかの誰かさんに似てません？この古代文字をメモしておこう。 L で確認できるぞ。これやよな、一番謎なの。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。6人の神官。わー、これ鳥さん、焼き鳥になっちゃいますわ。この古代文字をメモしておこう。 L で確認できるぞ。もういいよ、もうもういいよ。神に会いたくば、すべての神官に見守られ、この祈りを捧げよう。祈り？肝心の祈りとやらが書かれてないぞ。壁の向こうやん。矢印って何のことかしら。こっち？そうか、このドアの向こうにまだ続きがあるようだぞ。そのスイートルームにはあんたと役に立たヒゲで緑の客が泊まってるよ。あの緑、街中にある露店を見に行くって浮かれてたぜ。緑の人、それってもしかしたら、もしかしなくてもあの人？とにかく街中でその緑と人とやらを探してここを開けてもらうことだな。この古代文字もメモしておこう。 L で確認できるぞ。まあ、じゃあ露店行きますか。あ、露店開いてる。別にルイージが店主ってわけじゃないんやな。いらっしゃい、遊んでいかない？たったの100コインでゲーム、マジで100倍になるの？やるしかないやろ、そんな。いいね。ルールは簡単。俺がどんな顔しているか当てるだけだ。チャンスは3回。それじゃあ行くぞ。どういうこと？え？変な顔？ファイナルアンサー？なー、外れか。難しいな。ムーチョの表情はちょっとよくわかんないですね。あ、毎回表情変わる感じ？わからん。さっきと1ミリも変わってないように見える。笑い顔。なんじゃないか？ファイナルアンサー。これもしかしてお前の気分次第なんじゃないか？ちょっと口の上側に黒い線入ってるんで。外れ！外れだ、残念。チャンスはあと1回。じゃあ行くぞ。さあ、どこが変わってる？わからん。絶対一緒。絶対一緒なんよ。怒り顔か。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。
だーずれ。これに正解はあるの？正解あんのこれ。さてさて、罰ゲーム？なんで？え、やらない。え、ゲームをやる、やる、やる、やる。うひょう、マイダリー。わっはっは、いや、儲かっちゃったな。同じくチャンスは3回。ゲームオーバーになるって言われたら、いやー、泣き顔か？ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。アコギな商売やな、マリオも気づけ？気づけ、この商売の本質に。当たるんじゃん、もしかしたら。あー、ずれか。はずれだよ。残念でした。わっはっは。チャンスあと2回だよ。それじゃあ、行くよ。さあ、次、どんな子？いや、2回連続であえてね、あえて泣き顔を選択していく。ファイナルアンサー。いや、この間が、絶妙なんですよね。もしかしたら当たるかもしれやんっていう、その可能性を信じさせてくれる。当たるんじゃないこれ。外れか。ブブー外れ。わっはっはっは。あんたついてないね。さあ、ラスト1回。何でも笑ってもこれで最後だよ。1000コインで何買おうかな。笑いが止まんないよ。お、これは笑顔じゃないですか。笑いが止まらないというヒントをくれましたね。これは笑い顔ですね。ファイナルアンサー。さあ、これは正解でしょう。これは正解。来いよ。来い。来い。どう？どう来る？どう？正解？はぁ、なんで笑ってるのか分かったんだよ。1000コインボロ儲けでウハウハしすぎて油断したぜ。もう知らねえ、チキショー。お、神の手。あいつ、あれ ?1 万コインは？これじゃまるでインチキみたいですわ。でもあのゲームドキドキで面白かったからまあいいですけど。いや、あいつも結構律儀に笑ってたら正解って言ってくれるんやね。おっと、こすりましょう。はいはいはい。はいはい。はい。あ、難しい難しい。あ、こう、こうか。はい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 。L。ニョキーと、フライングボディプレス。兄さん、ありがとう。助かったよ。もしかしてあのゲームで勝ったの？さすが兄さん、すごいや。そう、そんなことより今度こそピーチ城の鍵を見つけたよ。イエーイ！ 2 階のスイートルームの鍵。ルイージが持っていたスイートルームの鍵、壁画の謎とご対面。これ、チャプターごとに鍵見つけてくるやつですね、ルイージさんは。なんとこれ、ホテルのフロントが持ってたんだよ。まさか砂漠のホテルにピーチ城の鍵があったなんてびっくりだよね。ルイージさん、これ。やっぱり違うの？スイートの鍵って言うからてっきりピーチ城の鍵だと思っちゃったよ。でも僕はめげないよ。絶対にピーチ城の鍵を見つけるんだ。兄さんたちも頑張って。それじゃ、またね。なんかルイージ声変わりしましたね。ルイージさん、どうしてあそこから出てきたのかしら。ランプの魔人？おかげでスイートルームの鍵が手に入ったぞ。私たちの願いを叶えてくれたな。確かに。ではスイートルームの前まで3219。さあ、スイートルームどんな感じなんやろ。中身やっぱりスイートっていうぐらいやからよっぽどリッチなんやろな。うおー、すごい絨毯が金色。これが壁の絵の続き。先生お願いします。よし、どれどれ。はは、なるほど。やはりこれが祈りを捧げる呪文のようだ。そして上に書かれた絵はその呪文に合わせた体の動きを表しているようだぞ。さらにこの祈りは美しい声としなやかな体で行うべしとある。私たちの中で美しい声、しなやかな体といえば、オリビア君、君がこの呪文と動きをマスターするんだ。私、そんな美しい声だなんて、体だって、そんなしなかな。でもお祈りしないと紙テープが。やります。よし、ではレッスン開始だ。
多分ね、これ見た人ね、拳がわなわな震えてるでしょうね。もっと心を込めて言葉の意味を表現するんだ。何してんの。そうだ、いいぞ。よし、ここで左に回って。違う、そっちは右だ。めっちゃ疲れてる。何してたん、二人で。先生、どうでしょうか。オリビア君、いいぞ。オリビア君、いいぞ。バッチリ仕上がったな。あとは本番で全てを出すんだ。出すのはガクピオさん側なんですけどね。わかりました。私精一杯頑張ります。奥もちょっと気になりますね。めっちゃ豪華なベッド。むちゃくちゃでかい。あ、ブロックある、ブロックある。1コイン。フィギュアかな。お、砂漠の塔。これもいいですね。これも並べたいね、テーブルの上に。上は出れないね。特に読めない。なんか奥行けそうで行け。あ、調べる。あ、祈りのやつね。では行きましょうか。なんか他のさ、部屋にもあったよね。壁画が何個か。てか、一つの部屋に一個壁画あったよね。そこもちょっとチェックしていこうか。まず左側から確認していきましょう。ムーチョね、緑色も捨てがたいけど青色が好きかな。おっと、これですね。キノピサンドリ焼き一生、キノピ生誕、焼け砂大砂漠の地に生を受ける。あ、なるほど。謎解きには関係ないけれども、なんか特別な物語なんか開いてないよね。まあ一応右側も見ていきましょう。気になるもんな。でも多分あの左から順番やとしたら2個目の話がわからんから、ちょっと話つながらんかも。マリオくんもこの部屋の鍵を持っていたのか。私と相部屋だな、よろしく。違うんですよ、ガクピオさん。ホテルの受付がずさんすぎて。キノピサンドリ焼き3章、キノピ王朝黄金時代、富を民に分け与え、この地を治める。うん、富を民に分け与える、いい王様ですね。そんな国に私も生まれたかったな。うわ、壊れてる。そういや、ここ入るん初めてか。あ、おとねさん、最近静かなんでゆっくり寝る、助かってるぜ。ぐしゃってぐしゃって。キノピサンドリ焼き4章、キノピオーよ永遠なる。死んでる。偉大なるキノピオー、キノピオー、そういうことね。キノピオーってことね。キノピチュに眠る。キノピチュにキノピオーが眠ってるんですよ。まあ、キノピチュをちょっと復活させやんことには何もわかんないですね。では、まずあの鳥たちに囲まれたところまで行きます。さて、着きました。鳥たちの聖地。いや、今回ね、移動が多いんで、カットとかがね、非常に多くなるとは思うんですが、道中のマリオたちの会話など、まあ、道のりなどは皆さん脳内で保管をお願いします。では、リクエスト。壁画の呪文でいきましょう。どんな歌？え、かっこいい。普通に歌やん、しかも。いや、古代の歌にしてはもうすごい最先端じゃない？これ古代メソポタミア王朝とかでこの曲があったらめちゃめちゃ流行ってると思うわ。現代でもいけるよ。マリオとガクピオのオタ芸が完璧すぎる。ふー、いいね。もうちょっと見たいな。お、なんか出てきた。あの、いいわ。あ、誰？あ、鳥の顔っぽい。これは神に会う儀式が成功したということか。この中に入れば神に会えるのかもしれんぞ。神がカタカナになってんのかな、ちょっと気になりますね。いやー、大きなお口開けちゃって、私の歌と踊りがそんなに良かったのかしら、てれるー。さあ、オリビアはほっといていきましょう。赤いね。でもめちゃくちゃ明るいな。黄金なんかな、内側が。うわ、熱そう。
これは火の神様がいそうですね。スザクかな。わーわー、鳥さんの口の中はなぜか火が燃えてます。ファイヤーです。あ、マリオさん、私火でひらめいちゃった。あの壁画の歌と踊りって確か神に会うためでしたわね。ってことは火を司る神様、つまりここには火神様がいるかも。いるかも。どうした？知ってた？うんうん、知ってたの？でしょうね。どうした？火の神と古代人は特に関連性がなさそうだな。それでも私はマリオくんと一緒にここを探索すべきなのだろうか。私が火傷を負ったりしてマリオくんの足を引っ張るのも不本意ではあるな。あら先生、お疲れみたい。ここは多分マリオさんが何とかしてくれるから、そこでゆっくりしててください。ここでゆっくりも結構地獄ぞ。周りこんな燃えてたらせめて外出とき。ガクピオさん帰ってきた時には干からびてんのちゃうかな。はい、え、なんじゃこれ。正解のルートってこと？ほう、なんか微妙にこう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 、あいって、そうなりますよね。ごめんなさい、俺ジャンプするときこうしか言えない病に発症してるんですよ。まあ、さっきとルートは一緒かな。一緒ですね。オッケー。で、真ん中、右、右、左、左、前、右、だーい！で、前、で、前ですね。さあ、セーブしましょう。なぜかね、なんか、周りのブロックを抜けてったんですよね。そんな、たった4回しかミスってないのにな。そんだけでこんなにヒントくれるんや。優しいゲームですね。お、パタパタ。初めてか、こいつは。うわ、ぶね。まあ、やっぱり雑魚は雑魚ですね。そんな苦戦するような敵は出てこないですね。装備もかなり変えたんで。キラキラハンマーが壊れたんで変えましょう。遺跡修復係ちゃうねんぞ。ほんまに。わ、燃えてんね、ここも。おっと、ヘイ、ヘイホー？あ、これハリボテヘイホーや。あ、ちっちゃ。なになになにあれ。なんか黒い液体バケツに入れてるけど。え、燃えてる。え、こいつら何してくの。危ねえ、危ねえ。こけたところを、こけた、あっつ、行って、こいつら。こけたところを処理した方が楽かもしれんな。はい。はい、オッケー。全部かな、これで。びっくりした。このちっちゃいの入れやんのかな。あれ、なんか出た。神様の吐き出した心臓。あ、ギリ入れんわ。ギリ入れませんね。あ、普通、え？なんもなしか。じゃあ、手前とか行けたりしないね。この部屋の意味。怪しい。乗ったらなんか。おー、んで、トイ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 。なになになに、どうすんのあれ。マリオしゃがんだりできない。どうすんの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 。ダメージ食らいながら行く。なんかしゃがんだり。あ、ジャンプね。ジャンプか。オッケー。なにあれ。キラキラある、キラキラ。いや、あんなとこどうやって行くん。そしてここ炎出っ放、出っ放しではないのね。危な、あぶね。ジャンプ、ジャンプ、行って、あっつ。あ、休憩所あるやん。こんなとこで。ベンチまで熱いですわ。まあ逆に元気出ますけど、出るます、出るます、むちゃくちゃ熱いと思うよ。マリオのジーンズ焦げるって、さすがに。うわっちゃい。え、あれ届かん。え、これどこにあんの、このブロック。
ヘイ、あ、なんかこれ土地上がってくんのか。高さ絶対足りやんもんな。はい、あぶね。こうかな。キノコ、お前何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 をキョロキョロ見とんの。お前は何をキョロキョロ、向こうにもあるやん、キノコ。すぐ来る、すぐ来る。こう言ってキノコの子。アイスラブはあのなんかケコケコしとる鳥は何もしてこんのかな。炎も入ってこやんし、なんか出てくるだけやんな。ジャンプジャンプ、えっつ、それは避けれん。急に来た。まあ、そんなになんかあれやな、水とかの神殿に比べるとそんなに難しくないというか、ダメージが痛いだけであって、別になんか特殊な技能が一体謎解きがあったりするわけではないですね。こっからか、こっから本領発揮っていう感じかな。まあそんなこと言いつつも私体力、またこいつらか、多いな。しかも今度、はい閉まりました、はい閉まりました。逃げ込む。でまたあのなんかコールタールみたいなやつ組んでくるんやろ。で上から降りてきたところをすぐに、あ、痛い痛い痛い、それはそうか、同じところに何回も落ちてこないか。ちょっとキノコ食べましょう。さすがにこれ俺多分死ぬわ、このまま行ったら。えっ、嘘やろ、マジか。端っこ、端っこは、うわ、マリオもすぐキノコ食えさ。あぶねえ、はい、くそ、はい、あ、そうか、ハート落とすんかこいつら。それで回復せえっちゅう話ですね。あぶねえ、なに、なになに、なになになに、なになに、え、逃げてくの、違うな。あ、まさか列攻撃ですか。うわ、それはやばい。おいおいおい、勝手に燃えてるやん、勝手に燃えてるやん、やめて。しかも死んでくんかい、全員。なんもしとらん、もうちょい遊ばせ。ありがとう、神様のゲロ。あ、またこの謎の、お、神ペライ。はあ、でそんなに難しそうな感じではないですね。邪魔ー。よし、ペラーと、でもペラー今結構あるしな、言うて。あれもしかしてハンマーブロスか、ファイヤーブロスかもしれん。まあ、ブロスであることには間違いないですね。厄介やな、あのブロス。何投げてくるかよ。ファイヤーブロスでした。結構狙ってくるな。別に戦闘になるわけではないですね。お、もう、うわ、戦闘になりますね。これは。厄介厄介厄介。コインを取らせて。ここはどうやって登るんやろ。あ、なんかこっち側から行けたりするんじゃなかろうか。行けるな。宝箱だけすって開けて。よいしょ、あ、よし、これで開ける。おお、金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 。さらに金をくれる。いいやつやん、あいつ案外。ファイヤーフラワー？結構溜まってきたんじゃない？フィギュアも。お宝発見率 100% です。もう、このダンジョンにはないんか、お宝。これ落ちそう。ちくわブロック的な。あれ、全然落ちやんな。あ、なんかた、お、びっくりした。いきなり抜けんのやめて。あ、なんか、事前に若干わかる感じがする。落ちるやつだけ。あ、びっくりした。あ、セーブゾーン、もうそろそろボスかな。チロリン、チロリン。さて、このダンジョンはなんか、結構短かったというか、サクッと来れたね。今までのダンジョン、水神様のダンジョンはめちゃめちゃ時間かかった気したけどな。ボス戦ですわ、これは。ホールタールが流れてますね。あれなんだ？
マリオさん、今の声って、なんか聞こえた今。お、かっこいい。ファイヤーやん。睨みつけるさん、チーッス。どうしたんすか、こんなところまで。出張っすか。おー、よい、オイルをそんな燃やすな。あんだけオイル湧いてくるって、なかなかここ、石油王になれるんじゃないか。日神様ですわ。心も体も燃えてますのね。メラメラですわ。でもやっぱり折り紙にされちゃってます。折り紙が燃えるか？いや、よく燃えるんやけれどもね、折り紙だから。ほっといたら勝手に死んでくんじゃなかろうか。さあ、これは一回消化しやんとダメージ食らうんじゃない？日神様。水神様を使うだろうね、きっと。すごい大きな翼で飛んでます。さすが神様ですわ。そして燃えてます。日神様がとっても燃えてますわ。さてどうしましょう。そうやよな。さてどうしましょうやよな。矢印をつなげたいんですが。オンにして一回なんか、あ、ミスった。回数忘れとったわ。ファイヤーボールいって。なになにそれ。うわ、燃えてる。ここダメージ食らいそうやな。あら、日神様の羽が取れると体力も減るみたい。羽がなくなるとガリガリになっちゃうのかしら。鳥って大変ですわね。これまた一緒かな。戻るのか、それとも触れたらダメージなのか。ルート注意報。地面の羽が燃えてます。いや、無理やん。もう正面。あ、でもこれ、あ、いいよね。回したらいけるよね。アクション増やしても意味ないけど、これでいきましょう。まず、水神様で、火を消しまして、消火活動ですね。させていただきまして。いいよ、水神様。タイダルウェーブで一気にやりましょう。よ、いい。絶対効いてる。2! 嘘やろ。2なん。あの水の量で。羽ビンタ。行って。なるほど。火にはやっぱりお水ですわね。日神様ももう燃えてません。今なら触っても熱くないかしら。熱くなさそうですね。神の手で仕留めたいですね。こうの、あ、これでいいですね。いきまーす。で、宝箱取りーの、あの羽がちょっと気になるけどな、どうなるか。あ、大丈夫そう。で、神の手使って、ボコボコ殴るんやんね、今回も多分。握る、叩く、いいよ、ラスト、1、あ、でもそんなに体力多くない？硬いタイプ。はぐれメタル系なんかな、こいつ。体力多くなさそうですね。うわ、え、羽こんな多かったっけ？フェザー回収、うわ、満タンやん。嘘、復活しちゃいました。神の手で叩くタイミングが良くなかったのかしら。え？そんなことある？どうすんのやろ。で、もう一回水神様で。ストレートに行きましょう。水神様で落とすよね。え、ホイレどうすんのや。むしるんか。羽むしんのか。2クソビビたるダメージや。このフィールド上の羽なんかむしっていくんかな。回復したかったけど、
これで回復するか一回。キラキノコ。で、キラキラアイアンブーツで踏んでみましょう。キノコうまそう。キノコうまそう。そんなにキノコ好きなんや、こいつら。よし。ダメージ与えたけど、回復しそうやな、また。ちょっとヒント読まんとわからんね。さすがに。これでいきます。スイッチオン。はい。神の手は使い時に気をつけろ。一気に倒しきれないと。あ、そういうことね。じゃあ、ある程度削ってからフィニッシュでいかないと。あ、アイスハンマーとかどう？凍るんじゃない？ 2! ジャンプの方がいいですね、これは。硬いな、それにしても。こいつずっと寝っぱなしな。あー、復活するわ。あ、じゃあ羽は戻したりはしないと。神の手を使わん限りは大丈夫なんね。こうして、こうして、いや無理や。宝箱は取りたいけど、もうどうしようもないな。とりあえず殴っとくか。いや、これ無理やん。絶対ダメージ食らうで。絶対ダメージ食らう。あっつってなるような、さすがに。いけるー。全然攻撃できるー。フェザーストーム。別にこれ、じゃあ水神様使わんでもいいんじゃないかって思うんだけれども、どうでしょう。おいおいおい、これどうなんの。これ接触するとやばい。でもこれもう矢印全部に炎の羽あるんだが、あっついって、あ、ダメージ食らうだけな。大丈夫そうやな。じゃあ、ただこの量あるとちょっとやばいな。やっと半分ぐらいか。これ最後までいったらこいつの羽どうなんの。まあ、勝手に体力減ってくからええけどさ、確かにこれは水神様使わんとちょっとやばいな。ハートとかない？ないか。あるわ。こうしよう。宝箱開けて、さらに、あ、コインか。水神様でとりあえず消しときゃ安全でしょう。どんだけ食らわせれたっけ？神の手で。5ぐらい。これ見極め大事やな、体力の。睨んだけはもう結構時間かかるぞ、これ。よし。とりあえず水神様のやつは召喚しとこうか。で、あと何かしら体力か。あー、ちょっと待って、危な。危ね、攻撃できやんところやった、ちょっとで。で、マップ上に水神様出しといて、ジャンプジャンプですね。これ多分しばらく一緒なんで、カットか早くしてもいいぐらいですね、戦闘は。体力回復しながら、ここに来るんで、オンして、あ、これでいいか。あ、これでいいか。体力回復、10コイン、ポンして、キラーや。あとどんぐらいや？ 20 もないよ。あるかも。20ぐらいあるかも。もっとあるかもな。これは時間かかりますね。燃えてる方が、うわ、全部燃えるのか、ちょっとやばいな、これ後半。後半戦ダメージがやばそう。進むたびに絶対ダメージ受けるもん、こんなん。こうして、火消してった方がいいですよね、明らか。ダメージむちゃくちゃ食らうもんな。でも燃えてる方が、フェザーストーンで勝手に体力減らしてくれるから、まあ、どっちもどっちっていう感じやけど。さすがにね、ちょっと回復するのにターン使ってられないんで。まあ、消化活動をしっかりしていきましょう。いや、ひがみ大変よ、こいつは。強くはないけど、単純にめんどくさいぞ、こいつ。時間かかるな。もうちょいですね、でも。アクションプラス踏みたいな。アクションプラス踏みたいけど、ちょっとうまいこと踏めないですね。これの、これですね、オンして宝箱で殴る。これが、鉄板コースですね。ハイスピーディー。ハイスピーディーです。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。さらにジャンプ。5ダメージぐらいか、いったんで当たれるの。そろそろ回復しやんと。
アクションプラスもあんなとこにあったら行かれへんしな。こうして、こうしてこうかな。これで2回回復できるんで、まあ、キノコ使わずともね、まあ、燃やしたまんまでもいいけどね。こんだけ回復できりゃ神の手がどう。あとちょっとな、次のターン組んで神の手使うか。そろそろ燃えてくるか。やつやっばいよ。なんか炎の勢いやっばいますあるけど。あ、これは倒せるのでは。カリング操作が足りやん。これでいこう。あんま動きすぎてダメージも食らいたくないんで。あっつ、いや、やばい。ダメージえぐいな。これ、フェザーストーム、いって。あ、ゼロなんや。もうゼロ。こっからダメージ与えられやんのや。なに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 、ひがみ様の様子がおかしいです。嫌な予感がしますわ。しかも燃えてます。まずはあの火を消さないとよろしくないかもですわ。はあ、水神様のとこストレートに行きましょう。うわっそう、むっちゃ食らうぞこれ。ハート24くらって30回復やで、6しか回復してないの結局。さあ神の力使って次のターン神の手で倒そう。もうダメージ与えられやんので神の手のタイミングですね。いやこれで2っていうのがね、あ、もうダメージ与えられやん。神の手で殴るしかねえんやわ。か頭の毛むしるかですね。神の手で、ゴッドハンドと3回動かせるから、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。どっちでもいいんやけど、こうしてこうしてこうですね。回復もできる。さらにスイッチオンして神の手ケツからいきます。ケツから神の手いきますよ。頭むしるんじゃないんかな。あ、叩くんか普通に。あ、つかま、きた、むしるむしる、うい最後の K 全部1点、ごっそりごっそり。もう頭にちょっと残った5本あんな両手でつかまれてごっそりいかれた。泣くで、さすがに。するみたいになったな。これはどういう能力なの？火吐けるんかな？それか飛べる？出ました！ひがみ様の書！さあ書読んでいきましょう。ひがみの書。さあ今回の折り方はどんなのでしょうか。うわーこれはすごいですわね。とっても複雑。特に羽のところなんて山折りと谷折りが入り組んでややこしそう。いけるかオリビア。あの短時間でよくぞ覚えた。それでは行きます。ふぅ、なんとかひがみ様の折り方マスターできたと思います。うまく折れるかしら、ドキドキですわ。頼んますよオリビアさん。今の一瞬で覚えきれた？さあまず開きますよね、紙を。ペラリと。からの、四隅から折ってきて、折って、折って、折っと、その紙はどこから出てきた？その紙はどこから出てきたんだい？いや、もう一枚じゃないや、あの羽の時点で。かっこよ。マリオさん、とってもドキドキしてます。この気持ちもう止められないかも。私のハートは燃えてますわ。どこ行くねん。どこ行くねん。いやマリオにフギー吐くのやめて。そこ全部燃えて、大丈夫大丈夫、全部燃えてるよ。あ、なんか来た。なんかリフトみたいなん来たな。
飛んでる飛んでる飛んでる、めっちゃ頑張って飛んでる。ハートの熱いもの全部吐き出したら火が出ちゃいました。あら、鳥さんたちも私に釣られて燃えちゃったみたい。じゃあまあ素直にまっすぐ進んでいきましょう。あのリフトどこ行きなんやろ。鳥さんの目がちょっとギョロッとしてて怖いんよな。さあ行きましょう、鳥さんリフト、レッツゴー。すげえ、ケツから火出てる。いい推進力になってますね。マリオくんたち、ずいぶん遅いな。ただまー。お、ギリギリセーフ。先生、ただまー。意外なところから戻ってきたな。しかし無事で何よりだ。ただま、ただまー。先生、ひがみ様に会いました。私のハートも燃えちゃったの。まだドキドキしてますわ。そうか、厳しいレッスンに耐えて呪文をマスターした甲斐があったな。その力はきっと何かの役に立つだろう。よくやった、オリビア君。こっからどうしたらいいんやろ。まあ、塔を巡ったりするんですかね。はい。というわけで、まあ、本日はこの辺にしておきたいと思います。一回私のマイカー呼びます。ではいつものところでセーブしてね、終わりたいと思います。また次回もこのいつものところから始まると思いますので、始まりの画面変わり映えしないと思いますが、またよろしくお願いします。それではありがとうございました。サラダです。